初代クラレンドン伯爵、トマス・ビリアーズは、イギリスの政治家、外交官、貴族。1709年に、第二代ジャージー伯爵、ウィリアム・ビリアーズとその妻、ジュディスの間の次男として生まれる。イートン校を経て、ケンブリッジ大学クイーンズ・カレッジへ進学したが、学位を得ずに退学し、外交官となった。1737年には、ポーランドを、ザクセン選 アウグスト3世の宮廷に特命施設として派遣され、1740年には全権公使となる。1742年から1743年にはウィーン公使となり、その後、オーストリア継承戦争の進展を報告するためにポーランドへ送られた。1745年から1746年にかけてはプロイセン王国ベルリンに便利公使として駐在。 1748年には、プロイセン王国から男爵用を送られた。1748年2月に、外交官職を退任し、以降は、本国政界に専念。1747年から1756年まで、タムワース選挙区から選出されて、ホイック等の庶民委員を務める。1756年6月3日には、グレートブリテン貴族。 カウンティ・オブ・ウィルトシャーにおけるヒンドンのハイド断尺に除され、貴族院議員に列した。1763年9月9日には、ス数コモン館に列した。1763年から1765年まで、クレンビル内閣で、郵政長官を務め、ついで1771年から1782年まで、ノース教内閣で、ランカスター公領大臣を務めた。 1776年6月14日に、グレートブリテン貴族、クラレンドン伯爵に助せられた。1773年から1786年まで、ショーピット内閣で、ランカスター公領担当大臣を務める。1786年9月からは、郵政長官に転じるが、同年12月11日に、ハートフォードシャー・ワットフォードで死去し、同地に埋葬された。 1756年6月3日に以下の釈用新規にノブされる。1776年6月14日に以下の釈用新規にノブされる。1752年3月30日に第三代エセックス伯爵ウィリアムカペルの娘、シャーロッテと結婚し以下の4人の子を設けた。ありがとうございます。